この新製品 V20 の、ご説明お願いします。はい、基本的にはこれはボーカリスト専用のマルチエフェクターということが登場いたします。今までボスはギタリスト用のベーシスト用のエフェクターしか作っていなかったんですが、今回、おおよそ初登場に近いぐらいの存在で、登場するということで、かなりこう中身近い入れて作ってますね。ただボーカリストの方っていうのはあまりエフェクターにこう慣れ親しんでいないと思われますので、どなたでも簡単に使っていただけるように中身は非常に簡単シンプルにしてあるにもかかわらず、音質は非常に良いものに仕上がっています。中に入っているエフェクトというのはディレイ、リバーブ、そしてコンプレッサー系はもちろんのことなんですが、声をダブルにしましょうであるとか、トリプルにしましょうであるとか、またはそれにハーモニーをつけましょうとか、あとディストーションのサウンドであるとか、レディオボイスですよね、ストロボ、コーラス、フランジャマ、さまざまな効果っていうのをマルチエフェクターとして保存していただいて、それをいつでもすぐに簡単に呼び出すことができるという、それがこの V20 のコンセプトということになります。これ最大何声までいけるんですか？上下、1音声ずつだから3ですね。でプラス実は6っていうのもあるんですね、はい、3×2 っていう考え方ですね、はい、ダブルにしてそれを、ハモラスという、ダブルとハーモニーで合わせて6っていうのもありますね。インテリジェントでコードとメジャーマイナーを設定して、基本はキーだけです。あ、キーだけでいける、はい、キーだけでいきます。で、必ずしもそのボーカリストの方が楽器を弾くわけではないので、あらかじめキーを指定していただくだけで、きっちりとしたハーモニーを作り出すことができるという、そこが大きなポイントだったりします。で、転調する場合とかもあると思うんですけど、転調する場合にはパッチを切り替えていただければ、キーはパッチにくっついてきますので、はい、変えていただければいつでも転調可能という、そんなふうな仕組みになってますね。あと、ごめんなさい、あとボーカリストの人にかなり人気が高くなってきてます、サウンドオンサウンドの機能ですね、ルーパーってやつですよね、はい、ご自分でボイスパーカッションと言われているようなタイプのもので、バッキングを作っておいて、それにどん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 音を重ねていって一つのパフォーマンスをしてしまおうなんていうこともこれ1台でできる、そんな風な V20 ですね。これ今これ言いますけども、ルーパーはこれだけでもできる？そうなんですよ。これは実はなかなかこういう環境では皆さんお歌いになりにくいので、この中にボーカルソースが入ってます。それは再生してるだけのものですね。なるほど、わかりました。はい、これはお値段はおいくらぐらい予定ですか？大体の3万円弱ぐらいでしょうか。発売時期は、はい、11月頃予定しております。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。